皆さんこんにちは、吉松いくみです。今回も始まりました、いくみすボーイス、イエイ。はい、タイトルを少しだけマイナーチェンジしてみました。こっちの方が皆さん身近に感じていただけるかなと思いまして、改めていくみすボーイスよろしくお願いします。さて、先日日本にとっても嬉しいニュースが飛び込んできましたね。女子ワールドカップなでしこジャパン決勝進出おめでとうございます。そしてなんと決勝の相手はアメリカ。前回のワールドカップ思い出しますね。この試合はアメリカにとってはリベンジ、そして日本にとっては2連覇をかけた試合になるので、両者ともに負けられない戦いになりそうですね。決勝はアメリカでは日曜日にあるので、私もぜひ仲間と一緒にテレビの前で応援したいと思います。とは言ってもアメリカなので、周りはきっと USA USA と言っている中、私は頑張って一人日本日本と、ちょっとアウェー感もありますが、全力でなでしこジャパン応援したいと思います。頑張ってください。さて、アメリカでは女子ワールドカップ決勝進出のニュースとともに、もう一つ話題になっているニュースがあります。それは次のアメリカの大統領選に関するニュースです。皆さん記憶に新しいと思いますが、クリントン前大統領の妻ヒラリー・クリントン氏が今回アメリカ大統領選立候補を表明してですね、アメリカ歴史上初の女性大統領の誕生なるかと期待している方も多いと言われています。さて、そんな中、皆さんドナルド・トランプという方をご存知でしょうか。彼はレパブリカン、共和党ですね、共和党側からの大統領選立候補者の一人で、彼はミス・ユニバースやミス・アメリカのオーナーとして知られています。先日の彼の大統領選キャンペーンの中でしたある発言が、今アメリカでは大きな波紋を呼んでいます。その問題となっている発言を皆さん聞いてみましょう。どうぞ。 When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. The illegal immigrants, you look at the statistics on rape, on crime. Somebody's doing the raping, Doc. はい、トランプ氏ちゃいましたね。これは簡単に彼が何を言ったかと言いますと、メキシコがアメリカに送り込んでる人材は優秀な人たちではありません。中にはおそらくいい人たちもいるかもしれませんが、ほとんどのメキシコ人は犯罪者や麻薬密売人、そしてレイプ犯なんです、みたいなことを言っています。この発言を受けて、さまざまなデータを調べてみると、政府の正式なデータの中には、ラテン系またはメキシコ人が特別に犯罪や違法ドラッグまたはレイプを犯しているというデータはなく、またレイプに関してはラテン系の人々がレイプを犯した数は他の人種に比べて低かったということが分かったのです。この結果を受けて、様々なメディア、そしてジャーナリストが彼の発言を批判しています。そしてこのトランプ氏の発言を受けて、アメリカそして世界では様々な動きが出ています。アメリカ大手放送局 NBC、 そしてスペイン語放送局ユニビジョンがミス・ユニバースの放送を打ち切ると発表。さらにミス・メキシコはミス・ユニバースの不参加を発表したようです。またアメリカの大手デパートメイシーズは、彼の発言はブランドの価値観とは違うとして、トランプ氏のメンズラインの販売を中止しました。この一連の動きを受けて、当の本人はどうしているかというと、様々なメディアで、なんで俺が間違ってるんだよ、本当のこと言っただけじゃないか、アメリカにいるメキシコ人は犯罪者ばかりなんだよ、的なことを、相変わらず言っているようです。 Somebody's doing the raping, Don. I mean, you know, somebody's doing the, you think it's women being raped.Well, who's doing the raping? この一連の騒動を考えてみると、バックグラウンドというか、キーワードは人種差別ということがあると思うんですよね。最近のニュースを見ていて思うのが、アメリカの人種差別主義みたいなものが
こう最近すごく表面化してきてるように感じます。オバマ大統領で初の黒人大統領じゃないですか。それが引き金となったのか、まあきっかけというか、まあそこら辺のタイミングでですね、それが耐えきれなくなった人々が、なんか今まで抑えていたものがこうブワーッと表に出てきて、最近のニュースを見ていても警察が何もしていない黒人を銃で撃って殺したり、無理やり捕まえて必要以上に地面に押し付けて殺してしまったり、まあ、最近ではサウスカロライナ州で黒人コミュニティの教会5つが放火されて、そして人種差別が動機で銃の乱射事件が起こって、無実の黒人9人の命が亡くなって、まあ、そしてさらに次は同性愛者の結婚が法的に認められて、またそれもその反動でそれに反対する人たちの行動が過激化しているような気がします。そういうアメリカの社会の流れがある最中でのトランプ氏の発言だったので、余計にこうアメリカ国内で彼らの反応も敏感というか、かつ自分はどっち側に立つのか、自分の立場そして自分の意見をはっきりさせるような結果になってきてるんじゃないかなと思いました。私もどちら側かと言われたら、やっぱり一つの人種や民族を一括りにして批判するのは良くないと思っています。さあ今後もトランプ氏のニュースにはしばらく耳を傾けていきたいと思います。次は私事ではありますが、ちょっと前に大手テレコミュニケーション会社のクアラコンの CM 撮影をしました、まあ、日本で言うと NTT のような会社だと思っていただければと思います。今動画を見ていただいている方はその CM がきっと見えていると思います。ちょっとこう近未来っぽくピコピコっと宙に情報が出てきたりしてますが、こう最近思うのが、すべてグリーンスクリーンや CG で何でもできちゃうということ。業界の方とお話ししてると、コンピューター技術の発展で制作費が昔に比べると大まかに約5分の1から4分の1ぐらい削減されたとよく耳にします。私もですね、撮影ではグリーンスクリーンの前でしょっちゅう撮影しています。またこういうふうに撮影したものが出来上がったら、イグミズボイスで皆さんに発表したいと思います。さあ今回のイグミズボイス、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。ちょっとだけ長くなってしまいましたが、最後まで聞いてくださった皆さんありがとうございます。それでは今日も良い一日を。 See you soon. Bye bye.